皆さんこんにちは、タクです。今日は、タイトルにもある通り、ちょっと今の演劇界の現状についてちょっと真面目に自分なりに思ったことを話していこうかなと思ってこの動画を撮ってます。でまず最初になんですけど、チャンネル名を変更したいと思います。今までバックステージチャンネルって名前でやったんですけど、ちょっと自分の名前をもじってタクチャンネルっていう風に変えようと思います。その理由としてはですね、自分でつけたんですけど、バックステージチャンネルってあんまり愛着がわからなかったんですね。ちょっとやっててこの2週間ぐらいなので、ちょっとやっぱりこのタクチャンネルって名前の方がちょっと自分らしいのかなと思ったので、チャンネル名をタクチャンネルに変更したいと思います。タクチャンネルで今後皆さん、覚えてください。よろしくお願いします。それでまず一つ目なんですけども、ちょっと知ってる人もいるかと思うんですが、5月の、頭ぐらいに、平田織田さんっていう人のツイッターが炎上してしまったんですね。でその理由っていうのが、その平田織田さんが、演劇の保証が足りてない、届いてないっていうことに関して、NHK のインタビューに答えていたんですけども、まあ、そこでの発言がちょっと抜粋して取り上げられてしまって炎上してしまったという、その内容がちょっと製造業の方たちをちょっと見下しているんじゃないかっていう内容になってしまっていたんですね。その切り抜かれた部分が。で、まあ、当然その平田織田さんはそのことに対して、そういうことは言ってないと、それは、拡散した誰かがそのインタビューの一部だけを抜粋して拡散してしまったから、そういうふうに受け止められてしまっているっていうことをおっしゃっているんですけども、まあ、ちょっと詳しくはね、これもちょっとこれ概要欄っていうか概要欄の方に、その平田織田さんの、弁明というかホームページの方に、なんでそうなってしまっているのかっていうことが書かれているので、まあ、そちらも見ていただきたいなと思うんですけども、まあそうだったとしても国民からの印象はすごく良くないのかなと思って、演劇が。まあ、僕は演劇界にいる立場なので、その平田織田さんが、先頭に立って、演劇界の先頭に立ってそういう保証をしてほしいっていうことに関してすごく大きな声を上げてくれたことは本当にありがたいことですし、すごく大きな意味があるなとは思っています、正直。ただだからといって、まあ、一部を抜粋されてそういうふうな印象になってしまったとはいえ、他の業種のことを引き合いに出す必要はやっぱなかったのかなっていうのもちょっと僕の正直な感想の一つではあります。純粋に演劇界大変だから、芸術方面大変だし、確かに織田さんが言っている通り、イベントとかの自粛って結構早かったんですよ。もう2月末2月26日に安倍総理の方から、イベントの自粛要請っていうものが来て、事実僕が関わった公演も本当は3月の1日に千秋楽だったんですけども、それが叶わず2月の、27日に千秋楽を強引に迎える形となって、終演しました。僕が関わった公演は。なので、まあ、確かに緊急事態宣言を出されたのは4月の頭ですし、世の中が自粛のムードになったっていうのは3月の中旬ぐらいだったような気がするんですよね。まあ、そこら辺からすごく自粛のムードが盛り上がってきたというか、でもまあそれよりも2週間ぐらい前から、イベント関係は、まあ、もちろんその再開を目指しながらいろんなことをやってたんで完全にとはいかなかったんですけども、やっていた公演をストップしていたっていうこともまた事実ではあります。それで僕は、フリーランスなので、その保証といった面で持続化給付金を、
申請しようと思っています。でその時に、自分の業種が一体何業なのかなっていう、まあ、もちろんサービス業だなとは思っていたんですけども、結構細かく分類されてるんですよね、そのサービス業の中でも。で、調べた結果、生活関連サービス業、娯楽業っていう中の一つでした。でその中の娯楽業の中で、演劇っていうのが含まれていて、他に娯楽業っていうと映画館とかテーマパークとか公園とか、そういったものがありました。で、ちょっと社会科の授業みたいになっちゃうんですけども、第三次産業っていうのはサービス業とか金融業とか運送業なんですね。でこれペティ・クラークの法則っていうのがあって、経済が発展していくにつれて、第一次産業から第二次産業へ、第二次産業から第三次産業にこう移り変わっていくっていう法則があるみたいなんですよ。ちなみに第一次産業っていうのは農林水産業ですよね。で第二次産業っていうのは、まあ、加工業とか建設業とかそういったものが当たるみたいです。でその他の仕事の方が世の中にきっと多いじゃないですか、多分今で。ちょっといろいろ調べてみたら、今大体そのサービスをもっと細かく分類すると大体第5次産業ぐらいになるらしいんですよ。僕が調べた情報でいきますと、第4次産業っていうのはその商品の情報だったりとか、あとはその情報を検索する会社、多分 Google とかがそこに当たると思うんですけど、そういったところが第4次産業で、第5次産業っていうのはちょっと抽象的になっちゃうんですけども、科学の仮説とか理論とか、その知的創造物というか、なので、知的創造物という点において言うと、その美術とか音楽とかアニメとか、まあ、もちろんその演劇映画っていうのもその第五次産業に当たるみたいなんです。で僕が思ったのは、その経済が発展するにつれて1時から2時、2時から3時となってきたって、まあ、確かにそのインターネットがすごく開発されたから、情報検索っていうことが必要になったので第4次産業っていうのができた。でもこの第5次産業に分類されるものって、多分きっと昔からあったものでもあると思うんですよね。僕はこの芸術とかっていうところは特に、それで今経済が発展してないっていうか、後退せざるを得ない瞬間にちょっとなってきてるじゃないですか、まあ、後退というか停滞ですけど、ということはこれを遡らなきゃいけないのかなともちょっと思っていて、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、その数字が大きいものほど、不要不急なものなのかなともちょっと思ったんですよね。まあ、僕は当然この今現状で演劇が世の中に本当に必要かどうかって言われたら、まあ必要なんですけど急ではないなっていう、本当に今まさにっていう、まさに必要っていうふうにはちょっと僕も思えなくて、もっと大事なことがある人命だったりとか、本当に大きな意味での経済をちゃんと動かさなきゃいけないなっていうふうには思うので、その演劇、確かにそういう演劇とか映画とか音楽とか美術とか芸術っていうのは、もう本当に周りの人が、いろんな人が言うように人々の心を豊かにするものだと思ってるんですけども、経済的にはやっぱり豊かにはならない、それではって思っている自分ももちろんいます。僕は演劇の中で生きている人間なので、演劇のことについてちょっと中心的に、演劇のことを中心にお話ししていきたいと思うんですけども、僕が思う演劇空間って一体何だったのかなっていう、今までのそれはなんか日常の中に非日常を作ることだったなってちょっと思うんですよね。この非日常っていうのは、もちろんその純粋に、SF チックなことだったりとか、あとはちょっとファンタジーに飛んだことだったりとかっていうこともそうなんですけども、自分じゃこう経験しえなかったことを、演劇のあるキャラクターを通して
まあ、体験じゃないけどもちょっと垣間見ることができるっていう、それってちょっとした非日常になるじゃないですか、自分の日常にないことだから。なんかそういう経験ができる場所だったのかなって思ったんですけど、今多分この新型コロナウイルスが流行ったことによって非日常が日常になってしまったというか、まあ異常な事態ではあるなとは思うんですよ、やっぱりこれって、まあ、そういった意味でもなんだろう、まずは日常に戻らない、今までの日常には戻らないとは思うんですけども、まあ、新たな日常にしていく中で、今日常を作ってる段階で非日常の世界っていうのはやっぱりまだ不要のものなのかなとは、不要不急のものなのかなとは思います。すごい優先順位が低いんだなとは思います。ただ、まあ、一つとは思いつつも、一つ言えることはやっぱりそういう演劇とか文化的な部分っていうのはやっぱりすごい大事で、その理由の一つに、オリンピックの総合演出をしている人ご存知ですか？野村萬斎さんなんですよね。野村萬斎さんはもうがっつり文化人じゃないですか。でやっぱりそういったことを考えても、国もオリンピックをやるにあたって、そういうエンターテインメントとかそういう芸術的な人たちの力を借りざるを得なかった部分も、まあ、少なからずあると思うんですよね、まあ、もちろんその何でしょうか、いなくてもできるのかもしれないですけど、もちろんオリンピック自体は。ただなんかその日本独自のとか、そういうイベント性を持たせるためにイベントとか、そういう伝統芸能で生きてる人間を採用するっていうウィンウィンの関係だったのかなと思うんですよ。そういった面がやっぱり文化とかそういう演劇とかにあるので、その一概に優先順位が低いとはいえ、いらないものではない、今必要じゃない、ただやっぱりどっかで必要になってくるんじゃないかなって期待はしています。まあ、すごいちょっといろんな方向に話がいってしまって、とっちらかってしまったんですけども、まあ、何が言いたいかっていうと、なんかその自分の好きなものやことが他の人の好きなものだとやっぱり思っちゃいけないんですよね。と同時に、自分の嫌いなものが他の人も嫌いだっていうふうにも思っちゃいけないなと思って、その演劇を好きな人が演劇をご了承して演劇を助けてくれと世間に懇願する、まあ、絶対こう主張はしなきゃいけないんですけども、なんかそれを押し付けちゃいけないなっていうふうに思って、まずで、その演劇が嫌いな人とか嫌いになってしまった人って絶対いて、その人たちが嫌いっていうことは別にいいと思うんですけども、その自分が嫌いだっていうことをもうやっぱり他人に押し付けちゃいけないなって思ったんですよ。その炎上している、まあ、織田さんの主張もそうですし、それに対して返ってくるコメントも、まあ、結構辛辣なコメントもたくさんあって、まあ、もちろん演劇を恨んでる人もいるでしょうし、嫌いな人もいるんでしょうけども、まあ、演劇で生きてる人間っていうのが少なからずやっぱ日本にはいて、てか世界にいて、でその人たちがいなきゃなし得ないこともやっぱり、まあ、多くはないかもしれないですけど、まあ、きっとあるんですよ。オリンピックのことを例に出してしまいましたけど、他にも多分あると思っていて、まあ、だからなんかちょっと今回はそのコミュニケーション不足というか、演劇界側のからの発信だったんですけども、まあ、その発信の仕方も正直あんまり良くなかったかなと思いますし、それに対するリアクションっていうのも、
まあ、良くなかったのかなと思っていて、ただやっぱり発信したのはこちら側だったので、僕としてはなんかちょっと申し訳ないなというか、であんまり ちょっとぶっちゃけた話をしますと、あんまりこのことについて触れたくなかったんですよね、正直。何言われるか分かんないし、自分が巻き込まれるかもしれないじゃないですか。まあ多分巻き込まれるんでしょうけど、下手したら。でもまあなんかその自分が関わってる業界で、でなおかつ YouTube を始めた理由が演劇を見に来てくれる人を増やしたいっていう理由で僕このチャンネルを作ったので、なんかそういうふうに思ってる人間がちょっとこの演劇をやってる人間と、それを見に来てくれる可能性がある人たちの間でこうぶつかり合ってしまったっていうのが、いうことに対してちょっと自分の意見を持っておかないとダメなのかなと思って、ちょっとやっぱりこの今回の炎上の件について話さなきゃなと思って、ちゃんと伝わってるか分かんないですけど、本当にあんま喋るの得意じゃないので分かんないですけども、今こうやって話している次第であります。まあすごく乱雑になってしまったんですけども、僕がこの炎上のことに関して言いたかったことは、まず一つ目に、そういうオリジャさんっていうこの業界のトップの層の人が、まあすごい大きな声を上げてくれたことは本当にありがたかったということがまず一つで、二つ目が、まあその主張が切り取られ方も相まって、まあ、良くない主張になってしまったということは、まあ、この業界にいる僕自身として申し訳なかったなって思っていることと、三つ目は演劇とか芸術っていうものは確かに今不要不急のものではあると思うんですけども、またいずれ、またいずれ復活してほしい。復活するだろう、復活してほしいという希望を持っているということで、4つ目が価値観を押し付けないで、演劇が嫌いとか恨んでるっていう人がいるっていうことも今回のことでまた改めて認識できたので、まあそれでもお互いの価値観を押し付け合わずに、まあ、どこかちょっとお互いに寛容でありたいなと思っているっていうことですね。この4つがこの今回の演劇の炎上について僕が思っている意見です。